ゲオルク・バルチッサー、メッツガー・ゲオルク・バルタザール・メッツガーは、ドイツの医師である。後に、ドイツの科学、アカデミー・レオポルディーナとなる、アカデミア・ナツライ・キュリオ・サウルムの、創立メンバーの一人で、中便ン,ン大学植物園の園長も務めた。シュバインフルトで生まれた。医学を、アルトドルフ大学で学び、イエナ大学、エアフルト大学、ヘルムシュテッド大学、ライプチヒ大学でも学んだ。 ライプツィヒ大学では、巧妙ないし、ヨハン・マイクリスの下で学んだ。イタリアのパドバ大学で1650年まで、外科学や解剖学を学んだ。1646年に、イエナ大学で博士号を受け、1650年に、バーゼル大学で医学の博士号を受けた。1653年に、バウシュラと、 アカデミア・ナツラエ・キュリオサウルムの4人の創立者の1人となり、同じ年にギーセン大学の医学の教授となった。1661年から中ビンゲン大学に移り、解剖学と植物学を専門とした。ビュルテンベルク公エイバーハルト3世が解剖学や外科の教育を改善するために、メッツガーを中ビンゲン大学に招いた。百八十一年から没するまで。 中便圏大学植物園、フォートゥースメディカスの園長を務めた。弟子に、ルドルフやコップカメラリウスがいて、メッツガーの没後、中便圏大学植物園の園長の仕事を継いだ。ありがとうございます。